ホットモット、ホットモット、ローマ字、ホットモットは、株式会社プレナスが、九州、山口地方を中心に、日本全国、中国、及び、韓国に店舗を展開している持ち帰り弁当の、チェーン店。2011年、平成23年現在、日本の持ち帰り弁当業界で最大の店舗数を、誇る。プレナスはもともと、九州、山口及び、 東日本地区のホッカホッカティンを運営していたが、フランチャイザーのホッカホッカティン総本部と商標権を巡り対立したことをきっかけに、両者の関係が悪化していた。詳細は、プレナスを参照。2008年、平成20年2月6日に、同年5月14日をもって、ホッカホッカティンから離脱することを発表し、続く2月12日に、新たなブランド名を、 ホットモットにすることを発表した。5月15日よりホットモットとしての店舗運営を開始。5月20日には近畿地区1号店として兵庫県神戸市に磯上公園前店をオープンさせた。ホッカホッカ近時代は2294店、直営店1113店、加盟店1181店を運営していたが、鹿児島食品サービスなど、 プレナス系から離脱し北下北下転送本部と契約した266店舗を除く2028店、直営店1113店、加盟店915店とこれまで総本部参加だった参考と契約していた茨城地区加盟店50店の合わせて2078店でスタートした参考は2008年、平成20年10月まで ほっかほっ以外の弁当事業が営めないため、茨城地区の加盟店50店は、暫定的に、プレナスと加盟店契約を結び、ホットモットとして、営業。参考直営店舗はほっかほっとして、営業していたが、2008年、平成20年11月より、参考が、ホットモット、茨城地区本部としての営業を開始したため、それに伴い参考直営のほっかほっはホット、 もっとへ移行し、同時に、茨城地区の加盟店契約は、プレナスから参考に承継され、茨城地区のホットモッドは58店となった、報道によってホットモッド開始当初より、茨城地区59店が加わり、2087店でスタートしたとされている。なお、参考直営店舗は合流するまでの間に1店舗閉鎖している。出店済みの地区も含めて、 アイツイで出店しており、2008年、平成20年7月末の店舗数は2152店、直営店1181店、加盟店971店となっていた。これは全国に約2300店を展開している本家かまど屋に次ぐ2位の規模であった。プレナスは未出店地域にも店舗を展開し、3年後を目途に3000店に増やす計画を立てている。 その後の出店により2009年、平成21年7月末の時点で、ホットモット2332店、本家かまどや2265店、ほっかほっか店点1390店となり逆転した。2012年、平成24年2月末時点での、ホットモットの店舗数は2758店舗、直営店1809店舗、加盟店949店舗である。 店舗の外観は木とレンガを基調にした茶色のものとなっており、暖かく都会的な外観をイメージしている。ホッカホッカティン時代の2000年代前半からこのような店舗への置き換えが進んでおり、街頭店舗においてはホットモッド移行後はロゴと文字の部分を変更したのみとなった。ホッカホッカティン時代からの古い店舗では外装を改装せず元の黄色ベースの看板をホットモッドの茶色。 ベスの看板に掛け替え、営業している店舗も多い。従来のカウンターでの注文に加え、昼間など混雑する時間帯に、作りたての温かい弁当を待たずに購入できるように、した、ホットショーケースというサービスも一部店舗を除き、行われている。これも、ホッカホッカティン、旧、株式会社ホッカホッカティンが、大英参加時代の頃から行われていた。 2015年、平成27年からは、新規に開店した店舗や改装した店舗に自動券売機を導入し、レジカウンターの縮小、券売機での注文後の追加購入や、インターネット予約サービスの支払いにのみ使いや、ショーケースの撤去が実施されている。以下の日本国内全都道府県、中国及び韓国、オーストラリアで営業している。2016年、 平成28年11月現在の店舗数は合計2655店舗。2016年平成28年10月の鳥取県進出により47都道府県全てに出店を達成した。韓国で事業を展開するユークフードサービスは韓国の水産物加工業者、桃源水産、ドンワンフィッシャースとプレナスが共同出資して設立した会社である。 中国で事業を展開する北京コ務ムディ動産院管理有限講師は中国の食品会社河北平花と食品有限講師と法立株式会社およびプレナスが共同出資して設立した会社である。オーストラリアの事業はプレナスが2013年3月に設立した子会社のプリーナスオースト対イ LTD プレナスオーストラリア社が運営を行っている。 キャッチフレーズは幸福はご飯が炊かれる場所にある。2013年平成25年3月までフレッシュ、フレンドリー、ファン。2013年平成25年4月からやっぱりお弁当屋さんのお弁当は美味しい。2018年4月から。ロゴは円形であり赤色と黄色が使われている。シンボルはツヤツヤと輝く美味しいお米となっており。 中央に、それが描かれている。それに重なる形で、HM の文字が書かれており、外側の上部に、ホットモットを、下部に、ホットモットの文字が書かれている。お弁当を食べながら、作詞、岩崎修一、作曲、菅野洋子、歌、清浦夏美というテーマソングが設定されており、CM ではこのテーマソングのサビの部分が流された。2013年、 平成25年8月3日、豊川8万店、愛知県の従業員が店舗内で、業務用冷蔵庫内で寝そべった画像を、インターネット上に公開していることが判明した。当該画像は、同6月28日ツイッター上で公開されたものであり、同一庫内に食材が入っていたこともあり、閲覧者からの苦情が多数寄せられていた。当該店舗は、 衛生状態の確認等のため同8月3日は休業した。プレナスは同8月5日公式ページ上において当該従業員をすでに懲戒解雇していると発表した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。